さん、2位ありがとうございます。まあ、まだ結果はわからないんですけども、週間発表最後2位でした。もうちょっとなんだけどね、1位まで。本当にずっとでも2位だから、キープしてるのは本当にみんなが頑張ってくれてるっていう、もう証拠だと思うので、本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。そう、でもまだあと4日あるので。そうね、あと4日よ。もうね、ほんとに怖い。ほんとにね、もう見るのが怖すぎて。そう、毎回。でもね、最後まで信じて頑張りたいと思います。私もすごい頑張ってるので。そう、片目で見たよ。だってそうなるよね、葉月ももう怖い見ちゃうよね。そう、わかる。それもすごいわかる。そう、めっちゃ頑張ってるんですよ、本当に。私今何位ぐらいだろう。でも言うて70何位とかそのぐらいだと思うんですけど、もうみんなと一緒に頑張ってるって感じです。なんかさ、ラストスパートセットっていうのがさ、売り出したじゃないですか。それどうしようと思って、なんか、ま、ずっと博多ミーの64個マックスのやつをずっと買い続けているんですけど、今回のね、ラストスパートセットっていうのが、なんかマックス博多ミマックス30個とバナナ、なんかなんだっけ、大サババナナ30個なんですよ。でそれをどっちがいいかなみたいな、どっちがいいかなっていうか、その64個のやつをまあ買い続けるのは前提として、それこれを買った方がいいのかなってめっちゃ悩んでる。そう、バナナね、意外となんかチケットくれたりするからいいかなと思うんだけどね、気になるよね。葉月も分かんなくて、どっちがいいんだろうみたいな。でさ、猿が出る確率って別にそんな高いわけじゃないじゃん。でなんか毎回出るわけじゃないし、そして毎回チケットなわけでもない。でそれが例えばお猿さんがくれるチケットね、枚数が10枚とか20枚とかだったとして、それはさ、それだったらなんて言うんだろう、64個を2個買った方がよくないって思っちゃう。わかるわかるかな。なんかだから、それだったらカミレを倒した方が稼げるんじゃないかなって思ってるんだよね。あ、私は博多ミンマックスに言いました。失礼しましたね、そうなんですよ。結構いいと思うんだけど、まあそうだよね。なんかカミレアタイムにめちゃくちゃ注いで、葉月はね、今のやり方は普通にカミレアタイムの時はまあ普通にカミレアにするじゃないですか。で普通のカミレアタイムじゃない時はまあ、バナナってかお猿さんが出たら、その都度なんていうかな、赤とか青のお猿さんが出たら、その都度なんか1個買うみたいな感じだったの。
そう、なんかいっぱい出ない時っていうか、なんかこうあれがあるから、なんかまとめて買ったら残っちゃいそうと思っちゃって、そしたら大事な時になんか一個買ってっていうのをやったのがいいのかなって思って、片身5発とかならバナナでも OK。 5発とかならカメレア3発なら博多民5発とかならバナナでも OK って書いてあるけど、カメレアハズキ3発ぐらいなんだよね。で、はずきさ、あ、違う、これ解決してからにしようか。ちょっと、一個でもさ、なんかもう、いろいろさ、考えること多すぎて。そうだよね。残ったら、エナジーウォーターになるんだけど、だけどね。それ分かってんだけど、もうこのイベントにかけてるから、なんだろう、もう、あと残っても、しょうがないって思っちゃうの。そう。そうなの。だから、今はもう全部使い、切っときたいんだよね。効率か、うん、そうだよね。3発なら絶対博多民、効率考えたらやっぱそうだよね。だから葉月はその今回のそのお得セットみたいなんじゃなくて、それが4号だから、それだったら64個の5000円を買った方がいいのかなと思ってたね。それを2個買った方がよくない？だって64個を2個買った方がよくない？だってそしたらね、500円しか買わないんだったらそっちの方がいいかなって思って、前はそうやと思ってた。あ、そうだね。じゃあやっぱ博多民にします。私は博多民64個セットにする、うん、だよね。葉月もそう思う。よかった。あ、めっちゃ安心、みんなの意見聞けて。そうします。あ、みんなはみんなのあれがあると思うから、で、はずきおにぎりがねめっちゃあって、そのなんかいろいろはずきガチャとかめっちゃ回して、なんかいろいろ報酬とかでおにぎりがめっちゃあるのね。でもう、はい、魔人あるじゃん。なんか3時かだか3時からん5時からだ5時から4時ぐらいまでさ出てるさ、マジあるじゃん。あれをもう、はずき一人で倒してるの。で、それなんか早いかなと思って、なんか、応援みたいな、やるけど、なんかもったいなくなっちゃってるからな、結構。なんか、多分違う人が、多分はずきのこと応援してくれる人しか行かないはずだから、いいんだけど、別にもらっても、全然ね。そうだけど、なんか、それでなんかこうあれみたいな時あるから、もうそれだったらもう自分でおにぎりね2個ぐらい消費すれば倒れるからいいかなってそれはいいかなまずきさ、自分で考えてやってるからさ、正解か何なのかよくわかんないんだよねあ、救援ヨロって書いてる。そうそう、結構ねファンの方からもね、あの救援要請みたいな来てるから、みんなのとこ行ってる、言ってるはずき。本当だ。そう一人で魔人狩りしてんの私、やばくない？いくついよね絶対。そう、だからもう一人で倒してみたいな感じやってた。あ、すごい倒してくれてる。
っちゃ助かる。そう、来た人のマジン倒してあげて、うん、倒してね、あげてるの。よし、マジン倒し終わったぜ。救援要請がチーム全体で、うんだね。はずきさん一人で、うん、はずき1万以上多分リクエストしてるわ。なんかハイは毎回中間発表の前に入れてもう1万超えたと思う多分やばいよね。はい、今回多分今までのラビリンスで一番頑張ってると思う。まあでもみんなも頑張ってくれてるから、それは私ももちろんやりますと思う。はじめましてだって。はじめまして、はずきです。ちょっと待って、今日めっちゃ髪の毛ボサボサ、結ぼうかな。そう、今日早くしかできなくてごめんね。このあとね、別の仕事があってこの時間しかできなかった。はずきの誕生日にオンライン握手会あるらしい。初めてじゃない？めっちゃ嬉しいんだけど。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい、マジで。マジ、ちょっとこれは嬉しいわ、マジで。ちょっとみんな来てください。なんか前日にもあるよね多分、はずきの。やばいね。じゃあさ、前日とさ、あれ会えるってことじゃん。21歳最後の私と22歳最初の私すごくない？すごくない？テンション上がった、楽しみ。みんな、はずきその日しとかなかったらどうしよう悲しいんだけど、めっちゃ。これから変えるのかなって AKB の件、AKB の件があったらいけるのかな。再犯あるのかなだって。確かに再犯あったらいいけどね。AKB の初めてになるか不安だって。なんか AKB の方は AKB のメンバーがなんかやり方みたいな、はずきの動画みたいな感じで AKB バージョンで上げてくれ、よし。なんか AKB の方は上げてくれてるから、それはそれで。そう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 、だからぜひ。ちょっとお願い、みんな来てください。嬉しい、マジか。お初やね、誕生日の日にあるなんて。こんだけ8年目にもなって、初めてふ
確かに、いつもリクワウトかぶってた。確かに。ワンショットとツーショットあるってどういうこと？こういうやつってこと？マジ？それすごくない？それあったらすごくない？オンラインでそれあるの？抽選で一部10名にサイン色紙とかあるらしいやって。すごくない？トゥ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 、あそこお茶開けてなかったっけ。いやでも楽しみだな本当にね。ペンライトは何色にすればいいんやろ。確かに。紫とかあんの？パープルってあったっけ？パープルってあったっけ？ここね、あいつ聞いてんのはないんだ。黄色かな。たぬき黄色だし、はずきは黄色ではないけど。そう、葉月推しは黄色って書いてるよ。緊張してきた。ここで練習したいんだけど、したらバレるからできない。じゃ一個言っときたいのがね、もうこれはい、もう言うけど、煽るのよね、一個。それがね、緊張する。葉月あんま煽ったことないんだよね。そう、マジで一個煽るかな、それが緊張する。そう、イントロで煽るかー。だからそれが緊張する。ほずきさ、煽るとかさ結構任せてきちゃったから。そう。確かにピノキオ軍で煽ってたね。確かにね、懐かしい。あれはね、そう、なぜかね任せてもらえて煽ってたんだけど。ちょっと緊張してるけど、みんなで声は出せないけど、家ならね声出せるから、届けてください、私に。声出せやとか言わないでね、だって言わないよそんなの。
声出せや。やばいでしょ。いかつすぎでしょ。確かにね、言いそうではないけど、言いそうって感じだけど。そう、私にパワーを届けてください、ぜひ。アリーナ声出せって言っちゃダメだよ、劇場だから、だって確かにね、それはダメだよ、だってね、劇場なんだから、うん、それだって結構やばいね。ね、早くみんなに劇場来てほしいです、本当に。私も言うてまだその1回しか立ったことないんだけどねえ、公園行きたいってぐらいも公園に出たいって気持ちがあるから。ねえ、早く来てほしい、ほずきもみんなに。うちわ振って声出していいのは DMM だけだって、間違いないね。でもうちわこう持っておくのはいいからね、こうやって振れないけどこうやって持っちゃうのいいから。最近キムチ鍋食べた？食べてない、めっちゃ食べたいキムチ鍋、どうしよう。え、めっちゃキムチ鍋食べたい、今ちょっとお腹空いてきた、夕ご飯食べてないんだよね、お腹すいた。じゃ髪の毛下ろすわ。ねえ、鍋の季節マジで。てかさ、はずきさ、季節の変わり目なのか、めっちゃ髪の毛抜けんだけど。怖いんだけど。大丈夫かな。ねえ、鍋食べたいよね、本当に。超お腹すいた、お腹空きすぎてやばいね。ちょっとアイロンしよう。なんで今やるんだよって話だけど、ごめんね、今からアイロンする。季節の変わり目に毛抜けるの犬やんって。犬なんかな、はずき、もしかしたら。ワンちゃん犬かもしらん、はずき。おー、今日鍋らしい、だって、いいなー、食べたい、はずきも鍋、同じお鍋食べたい今。お腹空いちゃったよ。ちょ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 ち
どんの予定。いいね、うどん。うわ、うどんも食べたい。結局お腹空いてるから何でも食べたいんだよな、こういう時って。ゆうながたまに葉月の写真送ってくる。だってそうなのそんなことあんだあ、仕事の合間で見に来た、頑張ろうね。だってありがとう、お疲れなのにありがとうね。もう頑張ろうね、本当に。もうね、本当に私頑張ってるから、なんとしてもね。いや実際1位との差が結構あって、で3位との差があんまりなくて、なんていうのかな、一番怖い状況、なんて言ったらいいんだろう、一番こう不安な状況なんです今私的にはね。そうだから、なんて言うんだろう、なんか多分ラビリンスって毎回そうなんだけど、なんかこう急展開があるのね。そう、最後になってえみたいな、うんみたいな、なんかもうめっちゃあるの、もう毎回そんな感じなの。だから今はすごい2位っていうね、すごいありがたい順位いただいてますけど、最後でどんでん返し来たらめっちゃ嫌だなって思うんです。でもそれが怖くて、いや本当に今すごい嬉しいんですけど、そう実際目指してるのは私1位なんで今回。そう、最後まで本当に何があるか分かんないし、実際なんていうのかな、葉月的には今はなんていうのかな、もっとできたなって思えないくらい、思わないでいいぐらいやってるから、そのもうもっとできたなとか嫌なんですよね、やっぱ。そう、そうだからもう1位しか見てないし、今はすごい差がついてる、もしかしたらあって思ってる人もいると思う、この中には絶対に。なんかあちょっとやばいかなみたいないや、いると思うんですよ。いやそれはもういると思う絶対。うん、でもなんかそれで諦めてほしくないなっていうのがもう私の本音、本当に。なんか本当に何があるか分かんないから、最後まであこれはもうダメだなみたいな感じで思っちゃったら、もうそれで、もうそれで終わりだから。でこれ毎回言ってんだけど、そう、ちょっと待って、今一瞬切れたね絶対。ちょ充電がやばい。そうだからあれか、 OK、 ごめんね、止まったりついたり止まったりついたり。そうだから絶対にやか諦めないでほしい、もうなんかそれの言葉以外がほんと見つかんなくて悲しいんですけど、そうこっからだから、そうだからね、怖いのよ私はとてもそう、もう私これなんかこれなんていうのかな、もうこれにかけてるっちゅうっていうか、もうなんだろう、いい締めができたらいいなって思ってるんで。そういや本当はね、そう前回最初これを立候補しますっていう時もちょっと話したと思うんですけど、なんて言うんだろう、本当はやらない方向で考えてたんですよ。そうやっぱりみんなの負担になるっていうのも分かってるし、まあ毎回じゃないけど、やっぱね目標達成できなくて嫌だなって思うのもあるし、
それなのに負担はあるわけで、それは何だろうみたいな、なんで何してんだろうみたいな、そうやっぱ自分でもやっててやっぱそうやって思う時もあったから、そうでもやっぱり今回はもう一回頑張りたいっていうファンのみんなからの声とプラス私の気持ち、それを聞いて、うん、考えて、それで決めて出たこの広告のイベントなので、そうだからね、本当にうん、もう前回はもうこれで終わりにしますって言ってなかったけど、今回はもうそういうつもり、私は。いや、わかんないよ、何があるかわかんないから、もしかしたらめちゃくちゃ葉月にぴったしのさイベントとか始まるかもしれないじゃん、それはわかんないから。でももうこれがもう最後だろうなって思ってるかな、私的には。うん、やっぱこれ以上、うん、あれだよねって思っちゃうから、そうって私は思ってたんでそうだから私も多分今まで以上に本気だし、今まで以上にいろいろ費やしてるつもりだし、みんなの気持ちも少しは分かってあげれる立場だと思うから、そうだから、あのここでもう一回最後ラスト4日、あと4日なんで、みんなにもこうやって話して気合い入れ直してほしいなって思います。もう本当に大変なのは重々分かってるし、私も大変です私も大変なんですけど、みんな自分ね、仕事とか学校とかいろいろある中で合間見てやってくれてるって本当に知ってるし、握手会でもそういう話いっぱい聞いたから、そうだからね、本当にみんなの気持ちも十分わかる、どんだけ大変なのかってのもわかるから、そう、それを踏まえて私は今こういう発言をしてます。そうだからもうあと4日、なんでだから4日しかないっていう言い方の方が正しいのかもしれないけど、あと4日だけって言い方のもできるし、そうだからそこで最後の追い上げっていうか、うん、頑張ってほしいなって心から思います。はい、私ももう頑張ります、本当に頑張る。そうお願いします。まあでもそんな重くなってもしょうがないし、これ楽しいイベントだから、そうみんなで勝ち取ろうっていう気持ちです。はい。あ、そうこの間本当に最後のカメラタイムの時にもう眠たすぎて、もう、そうそう、ね、うわもう40分だ、早いな。今日のカミレはあと10時からだけだから、頑張ってやって、そう、ね、10時からりましょう。かあともう少しなんで、もう少しの頑張りで結果が出るんで、もうみんなで頑張ったねってこう、やったねってこう言いたいんですよ。エンジンしそうか、エンジン、そう今日はエンジンをしたくてみんなを集めたんですよ、ここに2000人ぐらい今いるから。
2000人のエンジン食いましょう。はい、手を伸ばしてピあ、すごい手がアップだ。せーの、ラビリス頑張るぞー、えいえい、あはい、これでみんなの気合が引き締まりましたおお、みんなえいえいを言ってくれてる。よし、頑張ろう頑張ろう頑張ろうすごい、みんながおーおー言ってる、みんなが今コメントはおーしかないいや、ありがとうございます。よし、これで今日もまたカメリアして、明日も頑張って、12日13日の結果待ちましょう。もうだってもう順位出ないから、もうあと最後だけそうだからね、頑張ろう。そう、はい、今からお仕事なんだよね。それも頑張って、明日も公演頑張って、そう、よかよかもあるから、よかよかもやってそう、よかよかもあるんですよ、みんな楽しみ。え、まだ来れないよね、よかよかは。来れないよね、多分。口が痛い。来れないよね。そうだよね。だからまた配信でそれも見てください。ぜひ。最後いっぱい元気を注入します。あ、そう、ラストスパートセットの話を一番最初にしたんですけど、多分来てない人いるからするんですけど、私はなんか葉月はね、カミラ3回で倒せるんですよ、一番強いの。そうだから。3回倒せる人は博多ミーの方がいいんだって。博多ミー64個セットを買った方がいいんだって。そうで、葉月はそのカメレオン以外の時の猿は、青とかの猿が出た時だけ買ってんの、随時。そうだから、ハエはそれでしてる、もういいかなって感じで。それで、でもその多分カメレオンが何回、結構回数重ねないと倒せない人は多分買った方がいいんじゃないかなって思う。こんな感じです。そうそうそう、博多ミンもバナナも持っていたら買わなくていいのか。うん、持ってたら買わなくていいんじゃない。うん、月も頑張って、もうやばい、破産するわまあでも、もうあと4日なんでね、うん、もう悔い残らないように、もう躊躇はせずにそうだね、攻撃力70万ぐらい、70万ぐらいだったら多分カタミン64個の方がいいんじゃないの。うん、だと思うけどね。はい、ちゃんとね、今回は P ボムとかも使って、レベルアップの、さらにレベルアップみたいな感じで、特攻を今日さらに強化してるから、マジ強いのよだからみんなも、そうそう、 SA プラス、 SS もう確かにもうラビリンスマスターやんって間違いないね、うん、間違いないと思う、本当に。もう何でも知ってるかもしれない、アズキラビリンスのこと。もうみんなに聞かなくても大丈夫かもしれない。
そう。ピーボムで、あのパワーアップ成功みたいなさせてやったから。そこが体操。これは体操してます。わかんない。これで効果があるのかよくわかんないけど。あと行動力も意外とすぐなくなるんだよね。ね、それが悲しい。もうない、もう12個ないってなっちゃう。早いのよ。そう、すぐなくなっちゃう。早すぎる。ね。悲しい悲しい。アイロンつけっぱだった。ちょっとやろう。せっかくつけたし。その行動力がね、マジで、ね、本当にね、なんか行動力だけ全然ないんだよね私。そう。そう、VIP で、そう、そうなのよね。VIP で全部回してるから。紙レアタイム以外は回してないよ、もちろん。紙レアタイムだけ VIP で回してるんだけど、一周回してるからさ、本当に、すごいことなの。マジで。もうみたいな。もう悲しくなっちゃうよ、マジで。もうないのみたいな。早くないみたいな。そんなことあるみたいな。あるみたいです。でももうね、もうこの期間だけ、この期間だけって言い聞かして言い聞かして、ボタンを押し続けているよね、私は。いろんなボタンを押し続けています。もう終わるからって。そうそうそう。久しぶりに葉月見たらめっちゃ大人っぽくて可愛いだって。ありがとうございます。でも本当に最近大人っぽくなったねってね、すごい言われる。それはね、すごい嬉しい。やっぱね、人って大人っぽくなんだよ。はずきちゃん、ラビリンスイベント頑張ってくださいね。ありがとう、頑張るよ。優しいね、みんな。本当にいろんなボタンを押してた。おにぎりを押してる時あるよって。あの時マジ声出るよね。あーってなるよね。なんでー、違うーってなるよね。おにぎりじゃないよーって。一番さ、傷つくのがさ、あれなんだよね。レベルアップと同時に行動力を復活させてた時、あれめっちゃ悲しい、マジで。レベルアップしたら行動力が全回復になるわけ。でもその前に行動力なくなって、ちょうど復活したばっかみたいな。ちょうどしたばっかなのに、今なんのみたいな。マジでふざけんなよってなるよね、その時は。本当になんてことしてくれたんだっていう、そういう気持ちになる。そうね、あるよね。しかもレベルアップってさ、そんな簡単にすることじゃないじゃん。結構やんないとレベルアップしないわけよ。
なのにその久しぶりのレベルアップでそういう悲劇が起きるわけ。もう私はもう怒っておりますね。あるよね、もう本当に悲しいんだよあれマジでね。悲しいことですよ本当に。そうマジそれね、本当割り切るしかない。わかる、めっちゃわかる。もうね割り切るしかないのよ、気持ちわかります本当に。ね、悲しい時間だって。はずきちゃんのインスタグラムいいねをしてきました。そう最近ね、あのすごい握手多いからすごい更新してるみんなぜひ見てください、私のインスタグラム。で毎回インスタのストーリーにカメレアタイムね、朝もしてるから。はずきめっちゃイップだーだってありがとう。これでいいか。やばい、お腹すきすぎてお腹鳴ってんだけど、びっくり。あ、え、もう53分じゃん、やばいじゃん。やばいね、今までで一番髪長い。確かに、あ、ありえるか。でも多分初期の方が、初期のハズキのさ、初期めっちゃ長かったね、ハズキ。ちょっと待って、調べる。私の顔。あ、でもハズキマジね、変わったねって言われるんだよね。顔変わったねって。そんなことあるって思うけどね。悲しいでしょ、めっちゃ。顔変わったねはやばくない？言ってること結構やばいけどね。あ、ハズキの初期の写真、これ。私こんな髪長かった。いや今より長いよね多分。多分長い。この時めっちゃ長かったもん。入りたての頃。ずっと伸ばしてて、2017年で初めて切ったのか。ね、懐かしい。そう、一気に切った、なんかあの時。なんでだったっけ、なんで切ったんだったっけ、なんかわかんない、理由忘れちゃったんだけど、なんで切ったか忘れたけど、なんかのタイミングでバサッと切りました。そう、そうだね。とりあえず今日は10時からのカメレアタイムがあるんで、それにかけるのと、あとはもう明日からだね。でも土日は来ないから、あのめちゃくちゃカメレア多い日みたいなのは多分もうないのね。そうだから4回ぐらい、1日 4,5 回のカメレアタイムが続くんだと思う。あ、最終日にカメレア増える、ま、マジでそれは嬉しい。カメラ前にハズキもご飯食べて、いろいろ準備してだな。
ですね。そうします。ツツツツツ、はい、じゃあもう終わっちゃう、あと3分、もうあと3分しかない。とりあえずみんなに今日言いたかったのは、まず最終日、最終日前の最後の中間発表まで本当にありがとうございますってことと、これからがスタートですってことと、あとはもう悔いなくやりたいですってこととそうですね、ラビリンスに関しては本当にもう最後かなって思ってるから、やっぱまあこれを始めたきっかけっていうのもやっぱ悲しい状況で終わりたくないっていう、やっぱそれが結構でかかったから、いい結果を残してもう終止符を打ちたいとそうそうだから、みんなで、ね、一緒に頑張ろう、本当に頑張りましょう。葉月も、葉月も本当に頑張るから、もう本当に頑張るから、あと残り最後、そう、だから本当によろしくお願いします、本当に。はい、こんな感じで、あと1分なんで終わります。はい、皆さん本当にありがとうございます。本当応援してくれてる方も本当にいっぱいいて、頑張ってくれる方ももちろん本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです。最後残り4日全力で気合い入れて頑張りましょうはい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあバイバーイもうすぐパッて終わっちゃうからあれだけど、バイバイ、またね、頑張ろう、頑張ろう、おーはい、ありがとうございます本当になんか葉月のファンの方じゃない方も今回ご支援たくさんいただいてるっていう風に聞いているので、感謝してます、ありがとうございます。はい、ということでじゃあね、バイバイ、またバイバーイ。